ダニエルです。出身アンゴラです。今日は美味しい食べ物を食べます。よろしくお願いします。ナオミです。出身はペルーです。今日はゲイっぽく振る舞いたいと思います。おい。ダニが。ダニが。違うでしょ。ダニが。合唱オレンジある。ある。合唱オレンジにしましょう。かわいい。ガーリッシュだね。ゲイキャラでいくの。ゲイ。それはまずい。あ、カシオレっていうからさ、乗っかったのかなと思って今。あ、そういうこと。あれ初対面なんですか。初対面。そうそう、初対面。もう前から知ってるみたいな感じでさ。LINE でやり取りしてて。あ、存在はしてたんですね。存在はしてた。存在知らなかったら、これ存在してな知らなかったらどうやって。斜めじゃないんだね。なんで髪なの。なんでこの髪さ。髪すごいでしょ。すごい。しゃぶしゃぶ何食べたことある。食べたことないですね。初めてです。結構日本長いでしょ。もう10年間なんですけど。10年間好き嫌いが結構激しいんですよ。焼肉とか、まあ肉が大好きだなんだけど、生物と海鮮とかはダメ。乾杯。乾杯。ありがとうございます。物席が近づいてまいりましたので、火などでご用意いたしました。これも初めて食べた。本当、美味しい。初めて食べた。美味しい。かわいい。ひな祭りが近いからひなあられ、うん、ひな祭りって3月に女の子のイベントがあって、うん、だからダニの日で。おすね。日本酒とか行かない。あんまり行けるよ。行けるビール以外に何でも行ける。あ、そうなんだ。こちらが近江牛の赤身、腕の肉と九州産の豚肉で本日ご用意しております。赤い小さいやつは柚子胡椒でございます。風味と辛みが少々強いので少しずつ召し上がりください。こちらも漬け出しの中に入れてください。焼き入れて、肉が焼き上がったら口に入れて。あ、肉、まあ、結構食べるんですか普段。普段は食べそうじゃない。俺は、いや別にそんな食べない、そんな食べない。結構食べそうじゃん。なんで食べそうだね。俺痩せてんじゃん。どうやったら食べそうに見えるの。どの辺。あ、で、なんかネギを先にやった方がいいね。漬け汁の中に。漬け方、こうやってやるんだよ。あ、こうやってやる。いいね。初めての人生の私、しゃぶしゃぶ食べます。どうかな。うん、ジャパニーズしゃぶしゃぶ。あ、おいしい。うん、おいしい。本当にいってる。待って。うん、本当においしい。おいしい、おいしい。いや、おいしくなかったらおいしくないって言うよ。いや、おいしい、おいしい。よ、初めてのしゃぶしゃぶ。おいしかったね。うまいよ。そこまで興味なかったけど、うん、あ、よかった、マジで。食べて、美味しい。うん、うん、なんで、ちなみになんでしゃぶしゃぶという名前なの。難しい質問するね。もうちょっと調べてみよう。どんな分かんない。知らなかったんだけど、しゃぶしゃぶこんなに美味しかったんだ、しゃぶしゃぶ。うん、うまっ。野菜え、それは肉。野菜だよね。反応すごいな。大阪が発祥らしい、まあ、名前の由来、うん、でもなんでしゃぶしゃぶかっていうのは、あ、ジャブジャブってわかる。ジャブジャブ、洗濯物とかを洗うときに擬音語でジャブジャブって言うんだけど、なんかそのジャブジャブからしゃぶしゃぶになったっていうことらしい。何これ今肉なのに洗濯してるような。大阪人だからさ、ちょっとなんかユニークにしたいっていう感じなんだよ。これは豚肉ね。しゃぶしゃぶ。これ豚肉。うん、豚肉。これをしゃぶ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 。なんかあの洗濯処理みたいな。あ、それ柚子胡椒ってなんかでも赤いよね。あ、そうですか。うまいね。しゃぶしゃぶ。こんなに美味しかったの知らなかった。辛いもの苦手なのかな。辛かった。
辛いからちょっとずつ入れてくださいって言ってた。武田人間しかない。辛いって言ってたんですか？言ってたよ、さっき。全然聞いてないよね、この人。なんで野菜につけるの？かわいい。かわいいでしょ。さすがゲイ。ゲイは違うね。これ何？白いスパゲッティ。これは、マロニーちゃん。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 とか。そう。この透明のやつ、興味あるね。うん、食べてみて。そんな味はないよ。味はない。うん。タツマロニーちゃん。初めて？それも？うん。でかっ。これ、人生初の。人生初の。しゃぶしゃぶ。いただきます。すごいワイルドだね。うん。わお。美味しい。うん。マルニーちゃんどう？うん。もうスピーチですね。わお。これポルトガル語で。あ、ポルトガル語。デリシオーズって言うの。美味しいって言うの。アンゴラポルトガル語だ。そう。そうだよね。デリシオーズ。シャブシャブ、ムイントボン。うん。うん。じゃない？熱いの。うん。シャブシャブして、美味しい。美味しいよこれ。人生初のシャブシャブじゃないから私そんなリアクションできないし。まあまあ全然いい。超普通だよ。もう普通でいい。一口。うん。うん。リコ。エリコ。デリシオーソじゃない。デリシオーソ。似てるんですよ。ああ。エリコ。タミンリコ。え、超美味しいこれ。スペイン語はもう完全喋るの？完全喋る。完全喋るんだ。もうだ、家でもスペイン語。家ではスペイン語。あ、いいねその環境。生まれ、いや生まれながらにしてさ、日本語とね、スペイン語喋るって、うん、いいじゃん、うん、はい。よろしければ貴重な日本酒が入荷したので、京都の日本酒なんですけど、うん、なんてやつですか。シラキクと言いまして、かっこいいですね、ラベルが。そうですね、これデザイン性高いですね。辛いの好きなんだね。うん、これ、外気会社これそんなに辛くはないよ。あ、わかる、この姿、可愛いでしょ。うん、いただきます。それ混ぜるよね。いいの、これ。うん、うん。ノーコメント。わお。やっぱね、うまいもの食べるとコメントなくなってもいいんで。うん、スピーチです。わぁ、うまっ。アンゴラワインどの辺にあるの？アフリカの海側じゃなくて内陸？海側、南アフリカの。あ、南アフリカの。で、その隣にナミビア、上の方はコンゴ。はいはい。アンゴラって、石油とかダイヤモンド出る。あ、そうなんだ。じゃあリッチな、リッチなカントリー。アフリカの中でもリッチ、リッチな。なんで日本に来ようと思った？長い話だよ。もともと、その、日本のもの、興味があって、うんうん、日本でさ、作られたものと、別の国で作られたものさ、はい、に比べたときに、日本のものが長持ち したりとか、まあ、丈夫だと、うんうん、これ何の技術で作られてるかみたいな、そう、日本の技術を勉強しなきゃいけないかな、いろいろ調べて、で、バカに、日本に来たい、勉強しに来たい、だったらいいよって言ったから。これがさっきのあの、さっきのお酒、日本酒。はい、乾杯。うん、うん、なになに、ちょっとこれ強い、強い。NG で。え？ NG で。日本酒ちょっと苦手なんです。苦手だ。そうかそうか。日本酒が飲めない。飲めないんだ。あ、そうなの。拒否ではよかったの。いや、ちょっと、うん、初体験しようかなと。まあまあ、あ、そうなんだ。日本酒自体がもう匂いだけでダメってなっちゃう。ああ、そうだね。
美味しい、うん、横向いてあーっていう時にこっち見てあーってこっち向くんだ。なんだよ、何の人何なのこの人。いくよ、行く。誰ディレクター、カメラディレクターしゃぶしゃぶ、うん、esta é uma é um prato típico japonês chamado shabu shabu, ok? Shabu shabu を今ポルトガルであれする、説明してるの、はい、ありがとうございます。来たよ、okay. ダニーのあーカルシャブ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 、うん、でもそのシンドゥングジャポネーシこれなんて読むの、ダニー流の食べ方、これは柚子胡椒、うん、いつもは辛い、でもシンドゥングジャポネーシシャマド柚子胡椒コメ、うん、止まらせ、うん、está uma delícia, うん、美味しいな。スペイン語でちょっと解説してください。スペイン語で解説ちょっと遠慮してください。シャイなの、日本人が日本語で喋るのが恥ずかしいって言ってるよ。確かにそうだね、うん、美味しい、美味しい。これはさっきの肉と同じ肉だ、うん、そう食べて、肉寿司みたいなもんじゃん。これ柚子胡椒じゃないよ、ダニ柚子胡椒じゃない肉、生で食べろって言ってんの、うん、ちょいと、1、もういい、もう2秒ぐらい、1、2、はい、OK、 OK、 はい、じゃあ、いきたいと思います。半生です、半生、うん、うん、うん、半生の方が美味しいぞ、ダニ、うわ、半生の方がうまいんだよ、美味しい、あ、半生かと思って、半生の方が美味しい、うん、半生やばいですね、ちょっと余っちゃった、半生半生あるよ、オーケー、それだね、美味しい、うん、はい、ダニーマジとろける半生、これ、生、いやいや、半生、半生、半生、じゃあ半生でいこう、半生でいこう、半生でいこう、結構、結構クックされてるけどさ、もうすでに半生、半生ね、うん、うん、悪くない、悪くない、理想半生いけるっすよ、乾杯、乾杯、うん、ああ贅沢だね、こんな可愛い子に日本酒注がれてね、ありがとう、まあいいでしょう、じゃあ乾杯、乾杯、おいしいです、お、いったね飲みたくなっちゃった、うん、アンゴラ料理ってどこで食べれる、東京でない、ない、何が作るしかない、ね、代表的な料理って何、カルルー、カルルー、これ何、野菜、うん、野菜炒めしてみたいな、干した魚、うん、あ、魚なんだ、と普通の魚、はいはい、両方カルルーと、カルルーとフェージョワー、確かに10年間自分の国の料理食べないって相当寂しいえ、かわいそう、メニューに、豆に肉、うん、肉はまあ何でも、牛とか豚とか全部混ぜてくれてるし、おいしい、ペルーの首都ってどこ、リマ、リマでね、うん、ちょっとその前会ったペルー人の人が、リュウ君が
ペルー危ないっすよっつって、危ない、デンジャラスなんで、まあ観光はすごい綺麗なところいっぱいあるんですけど、あの危ないところは本当危ないんで、あのなんだっけ、ナスカの地上絵とかでしょ、マチュピチュ、あマチュピチュもあるんでね、はい、もうそう超危ないですよ、普通に騙されますね、うん、なんか釣りが多い、日本酒が来た、あまた頼んだの、頼んだよ、あついてもらっちゃった、いいね、かわいこみついてもらっていいね、はい、うまくなるからね、これありがとうございます、私も、かわいい、私いいんですか、お姉さん、何のお酒飲むか、初めて、ありがとうございます、いいですね、これは2倍うまくなるね、これは2倍美味しくなるね、美味しくなる、ありがとうございます、ありがとうございます、乾杯、乾杯、これ何のお酒なんですか？何のお酒？伏龍です、あ、いや、わかんない、絶対わかんないありがとうございます、なるほど、伏龍だって言って分かったでしょなんか分かった感じで言ってる反応したけど全然分かんない、全然分かんないでしょ飲めるね、飲めるようになった、すごいよね、飲めるようになった、成長すごいもんだよ、初めての日本酒、すごいね、はい、でもそこまでハーって言うのも見ないあと2、3回飲んだらハーって言うようになるから今日酔っ払わないとみたいそうだよ倍の日本酒飲もう、明日休みでしょ？ちょっとありますよ、休みでしょ、嘘でしょ、本当に出勤ですよ、え、そうなんだ、なんかあの関係ない、あ、そうなんだ、そう祝日関係ないんだ、あ、外資だからね、本当あの日曜日だけ休み、あ、そうなんだ、でも3時間だけ3時間だけだって3時間だけだって3時間だけ そんなのさ、行かなくていいじゃんねって思っちゃうけど、やっぱ関係ないんだ、でも人がいないから、やっぱどうしても行く、いいわ、3時間だけだから飲めるよ二日酔いでいけばさ、あっという間だよ、超あっという間です、たぶん、二日酔いでいけばあっという間だよ、酔っ払ってるみたいな、最高、頭痛いって言いながら、うん、で、酔い覚ましてさ、会社で、うん、お、いった美味しい、もうしないね、あら、ハマったハマった、あーハマっちゃった、飲みやすいでしょ、飲みやすいです、うん、乾麺じゃないんですね、そうですね、生麺なんです、じゃあ砂時計が落ちているまで茹でてって感じですね、はい、この麺、はい、苦手ちょっと食べてみ、え、そばとか食べない、ちょっとだけ食べない、ダーニー、おいおい、ダーニー、おい、オッケー、マジか、いっぱいあるんだけど、一人で食べましょう、ピッキーだから、しょうがないな、これも初めて食べるんですよ、私は、うん、この麺食べれない、これネギもうまいね、合いますね、これ合う、はい、ネギそばだよ、ありがとう、完全そばだね、これね、完全そばですね、そば食べたことあるでしょ、マジでやばくない、でも今トライしてんじゃん、初めての麺、これなんていう麺なの、そばそば、まあそば、そば、 OK、 そば、vamos la ver、 うん、うん、おいしい、うまっ、待って、もう一回、いける実はいっぱいです、待って、いっぱい入れて、ちょっと待って、まあ、あ、まだ まだあったの、まだあります、まだあります、まだあるんだ、あと同じ黒龍、はい、お疲れ様でした、一人で、うん、うん、おいしい、あーよかったよ、マドリーですね、ボン、
初めてのそばから美味しいきました。食わず嫌い。あんなにね、もう、うわーみたいな言ったのに。てかもういい。はい。アンゴラのさ、観光地1個だけ教えて。ベストプレイス。いっぱいあるよ。いっぱいある。アンゴラ自体がもう観光。あ、そうなんだ。世界遺産ないの、アンゴラに。世界遺産あるでしょ。超有名なところ、みんなが言えば分かるやつ。もうね、みんなとかね、もうね、みんなとか観光で、まあ、東京で言ったらいっぱいあるから。東京だったら渋谷とか。渋谷クロッシングとか。アンゴラの首都っていうのはルワンダなのね、うん、まあ東京みたいな感じ。ルワンダの中のムスルっていう場所があって、そこでその観光する人たちとかがいっぱい行く。これは行きたいね。行きたい行きたい。え、綺麗。遊びたいね、こういうところで。何かわいそう、毎回飲まされるよね、こうやって。あ、そういうキャラ。飲まされるキャラ。そういうキャラ。俺も飲む、俺も飲む。あ、じゃあちょっと見て飲む。いや、飲んでもらう。ダニーは飲んでもらう。乾杯。乾杯。さっきと同じね。ちょっとわざと出してるし、はぁって。いや、自然に出るんだよ。美味しいもの、多分、飲むとね。That's natural. I don't need a fake. Yes. すごいね。結構飲むね。めちゃめちゃ飲む。これはもう飲むなって顔変わってないもんね。顔変わらないタイプ、それとも結構変わんない変わんない変わんないけど酔っ払うタイプ、酔っ払ってるタイプ、それとも変わんないけど酔っ払ってるタイプ、変わんないけど酔っ払ってもないタイプでしょ。イエーイ。そうやっぱ腹出ないわ。それはまだ飲みが足りないってことね。その通り。そう、まだだね。その通りだと思う。やめましょう。やめましょう。その通りだと思う。出るよ。出ないとね。3でないとだからね、今日ね。どうなんだろう。今のはね、ダメだ。はい、ダメだ。ダメだな。はい、これダメだな。ダメだな、これは。だって炭酸量が多くなってんだもん。いい、いいね。これアウトだな。もう一回、もう一回ずるい、沼ってからね。マックだね。そこに置いてよ。超わざとか半端ないもんだって。ほらほら。うめぇ。あ、最高。いいから早く飲んで。あー、もうなくなっちゃったからもう一個、もう一個いく。いっちゃういっちゃう。じゃあ最後、最後ラスト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 、締め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 の一杯。読んだ読んだ。あ、読んだ自分で。おお、自分で読んじゃった。なかなかでしょ。すいません、黒竜もう一本お願いします。はい、これで終わりですよね。はい、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。これいいじゃん。それ友達なんですよ、隣にいるの。そうなんだ。よくその写真いっちゃったね。うん、ほんとにこれしか行かなかった目が。食った、した、した、はい、頭おかしい。乾杯。イエイイエイ。はい、はい、できなかった、ダメだ、できなかった、ダメだ。早いの？できなかった、ダメだ。はい、分かった。飲むタイミングが、あれ、飲み込むタイミングが早いんですよ、二人とも。本当に。じゃあもう一回飲んでみてください。いや、でもダメだ、もうダメだ。乾杯して。いや、もうダメだって、飲んでないじゃん。なんで乾杯してくれないんですか？いや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 、はい、はい、はい。えい。あ、なんか違うんだ。そう見てって。酔っ払ってない。酔っ払ってないか。酔っ払ってないって。酔っ払ってない。飲み足りないってことね。その次スペイン語で乾杯で。うん。同じじゃん。同じなの？ちょっと似てる。じゃあポルトガル語でね。アサウデ。アサウデ。それスペイン語はさ。サルー。
エンドレスだから。もうあーはもうやらないことにしよう。オッケーオッケー。じゃああーなしね。あーなしでもじゃあちょっとエンジョイして。それはだってビール飲んでた時も出てましたもんね。あーって。多分癖だよ。そうだね。そうかもしれない。次スペイン語。次スペイン語で行こう。スペイン語スペイン語。大きい声で言ってよ。ちっちゃい声じゃなくて。サルー。サルー。えい。言わないことにしたら、うん、うちの顔見ないで。どうだった？まあ初めてのしゃぶしゃぶで、まあ美味しかった。想像してたのと違う？全然違う。最初はちょっと微妙だな。食べれるかな俺。でもね、食べてみたらやっぱりやってみないと分かんないから。で、食べてみたら美味しいから今度しゃぶしゃぶまた食べます。よかった。ありがとう。それなんていうかしてる、いわゆる食わず嫌いをやめましょうっていうことだよ。何でもトライしましょうっていうことで、まあ、間違ってない。しゃぶしゃぶ美味しかった。まあしゃぶしゃぶ知ってるからね。知ってます。うん、そうだね。でも今回のは美味しかった。お肉が特別。今までのしゃぶしゃぶはより美味しい。美味しい。そういったことですね。日本酒は？日本酒最高。日本酒最高。いいね。よかった。じゃあ逆にすごい、この日本酒知らなかったけど飲んで今日ね好きになった。しゃぶしゃぶ初めて食べて好きになった。オッケー。オッケー。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。